ビットコイン版同士誕生、早期的に仕込んで先行して利益を狙いましょう。また現在億リビト生産コミュニティの億ファクトリーでは、ビットコイン版同士の上場前に仕込める購入方法を限定共有していきます。まずは概要欄から僕の公式 LINE を追加いただき、ビット同士とメッセージを送りください。はい、どうも、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。億リビト生産機の匠です。今回の動画ではビットコイン版同士、ビット同士について解説していきます。このビット同士、この後詳しく解説していきますが、大きな利幅を期待できるキャピタルゲイン以外にも複数の収益ポイントがあり、数あるミームコインの中でも収益化まで持っていきやすいです。収益化方法も含め全て解説していきますので、未上場のミームコインで一撃爆撃を狙いたい、そんなあなたは必ず最後までご覧ください。本編に入る前にあなたにお聞きしたいんですが、僕の LINE を追加してピン止めってしてますか？してない人はぜひ今すぐやっちゃってください。なぜ急にこんなこと言うのかというと、これ自慢でも何でもなく事実としてお伝えしていくんですけど、情報公開した銘柄がその後軒並み価格を上げています。日々仮想通貨の情報を出していく中で、この1年以内で31個の新規銘柄を紹介してきたんですが、そのうち価格がついた銘柄で12個、割合で言うと4割が紹介後に価格を上げています。それら駆け足で紹介します。パック5倍、ダーム6倍、ブレッド6倍、ビーファイラボ9倍、パテックス10倍、アーティ10倍、トークンファイ15倍、セイ17倍、 D チャット23倍、 K9 32倍、スモック34倍、 WIFAT 98倍。はい、いかがでしょうか？やばくないですか？仮に31銘柄全てに10万円投資していたら、プラス金額が2530万円、マイナス金額が19万円、合計利益が2511万円、こうした収益結果となります。これ僕一人が情報別に独占しているわけじゃなくて、 LINE や YouTube の動画で価格が上がる前に全て情報共有したものです。で、こちら日々いただく収益報告のごく一部ですが、こうして行動を起こした先で稼いでいただくことが実際にできています。で、何が言いたいのかというと、仮想通貨で稼ぎたい方は僕が公開する銘柄情報はぜひチェックして、可能性を感じたらまずは仕込んでみてください。投資においてどんなプロでも 100% 絶対はありませんが、実際に僕が資金を入れる上で精査し、自信がある銘柄しか情報は出しません。事実として10万円からでも最終的に2000万円以上目指せる。もし運用資金が増えれば利益も比例して爆発的に増えます。とはいえ、この情報発信、僕にとってはもはや趣味の範囲です。少し突き放した言い方をすると、その情報を見て投資をした結果、あなたが何万円稼げても、もしくは稼げなくても正直関係はありません。でも趣味の情報発信で誰かが損をしてしまったらシンプルに気持ちよくないですし、日々一人で情報を集めて投資をしている手前、実際に LINE で稼げましたよってメッセージをもらえると、一緒に投資できてよかったと思えるんです。それに何かに本気で取り組める人には何かをしてあげたい。そしてうまくいったなら最終的にお互いウィンウィンな投資の情報網を築きたい。なので引き続きこのチャンネルでは、僕が精査した稼げる情報を公式 LINE では個別にご相談に乗りつつ、 YouTube よりも鮮度が高い情報を最速公開していきます。仮想通貨の情報は僕自身がお金を入れる上で稼げると思ったものだけ発信していますので、本気で稼ぎたい、そんな方はチャンネルの登録と通知のオン、 LINE の追加とピン止め、この動画の高評価と意気込みをコメント、こちらしていただき情報を受け取ってください。仮想通貨で稼ぐことに本気な方は大歓迎なので、ぜひ上の3つをしていただけた方から、そのスクショを僕の公式 LINE へ送ってください。ここまでしてくださった稼ぐことに本気な方には、僕の LINE でもピン止めをして、こちらからすぐに連絡を取れるようにさせていただきます。バブル相場も目前に迫る今、本気のメンバーで稼ぎきりましょう。はい、それでは本編に入ります。ではまずはビット同士はどんな銘柄なのか詳細を解説していきます。このビット同士、一言で言うと、名前の通りビットコイン上に構築された同士をモチーフにしたミームコインです。ミームコインということで、ある程度投機的な運用となるんですが、キャピタルゲイン以外にステーキング、あとはプレイトゥーアーンなど複数の収益ポイントがあり、収益を狙っていきやすいです。なおかつ同時ということで、一定数の同時ホルダーからの資金流入もある程度期待はできそうですね。はい、次にビット同時のトケノミクスがこちらです。はい、まず総供給枚数が300億枚のビット同時、
そのうちプレセールへの割合が 25%、 マーケティングへの割合が 25%、 ステーキング報酬への割合が 25%、 そして取引所などの流動性が 15%、 そしてプロジェクトの資金として 10%、 こういった割合となっています。ここで注目したいのが、投資家に供給される割合よりもプロジェクト側のトークン保有の方が非常に小さいため、ここは安心できるポイントに感じました。はい、さらに当時のロードマップを見ていきます。ロードマップは4つのフェーズに分かれてまして、まずですね、こちらフェーズ1ではトークンの監査、そして大規模なマーケティングキャンペーン、こういったものが予定されています。はい、次にフェーズ2では初期保有者向けの報酬システムの追加、あとは NFT や AI の機能の追加、こうしたものですね。はい、そしてフェーズ3では DEX と CX への上場、プレイトワンの導入、そしてフェーズ4ではプレイトワンの正式リリース、そしてコミュニティ報酬の支払い開始、こういった流れでプロジェクトが進んでいきます。各フェーズで上場だったり収益ポイントの追加など重要なイベントが基本的に待っているので、進捗を追っていきたいところです。はい、そんなビット同時ですが、現在プレセールが開催されている状況です。こちらに参加していくことで、上場する前に先行者利益に向けて仕込むことが可能となります。僕もこのように実際に購入をしてみました。今出ている新規ミームコインの中では個人的に期待値が高いと判断していますので、余剰資金かつ少額で参加してみるのはありだと判断しています。また現在オクリビト生産コミュニティのオクファクトリーでは、ビットコイン版同時の上場前に仕込める購入方法を限定共有していきます。この機会にまだ未上場のミームコインで一撃狙っていきたいという方はですね、この動画の概要欄から僕の公式 LINE を追加いただき、ビット同時と一言メッセージを送りください。はい、そして最後になりますが、もしこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録とこの動画の高評価、コメント、そして概要欄から公式テレグラムの追加もよろしくお願いいたします。それでは今回の動画はこちらで以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。